福島市ではですね、現在、恵み事業ということで、出荷している全部の農家の方からですね、1品ずつきちんとサンプルをいただいて測定をするということをやっています。農作物全品目全個測定、今日みんなにいただいていただく桃、市内に約1200の農家があります。現在、45台の機械、日々フル稼働という状況になっています。2050年を支えるリーダーを育てるっていう、そういうプロジェクトを2009年からスタートして、僕自身が12年海外にいて、その中で日本へ帰国した時に、世界規模で活躍する日本人リーダーがなぜこんなに少ないんだろうか、教育現場をこう歩いてきた中で未来を見せたリーダー育成っていうのをされてきていないっていうところの現状ともぶつかって、でその背景にはやっぱり生徒会活動っていうところの中でまだまだ活性化していける部分があったっていうところ、やはりこのリーダーっていうのも資質が重要であるっていうことも含めて、こういう資質を持ったリーダーの子たちがやはりかっこいい存在であり、その子たちが学校の問題と向き合うのと同時に自分たちが育って地域の課題と向き合って、その課題に自分たちができることをアクションとして起こしていくっていう、何かそういうきっかけ作りを僕らとしてサポートしていけないかなっていうのが原点ではあります。風評班の皆さん、よろしくお願いします。安全な放射線量の基準値を調べ、それを今の福島県の放射線量と照らし合わせ、福島県が安全であることを確認します。各地域でできる活動としては、見たい、知りたいという人だけに情報を提供するのではなく、なるべく多くの人に情報を発信するために、私たちは様々な方法を考えました。得た情報を県外の中学校に発信して、全国各地に広めていきます。その活動を通して福島県に対する風評被害をなくし、福島県の商品を多くの人に買っていただいたり、避難された方々がなるべく多く戻っていただけたらなと思います。地域一つ一つが完全に風評被害がなくなれば、その地域の集まりである市からも風評被害がなくなったことになります。そしてその市の集まりである県からも風評被害がなくなったことになります。そしてその県が47個集まれば、この日本全国どこからも風評被害がゼロになったことになります。ぜひこの取り組み少しずつでも広げていけると、日本が元気になるだろうなというふうに思いました。